壁ガールドプラ効果。音を出して近づいてくる壁から帰ってきたその音が何ヘルツで聞こえるか今日は勉強する。で先生、なんで壁なんか考えるんですか？それはですね、壁ではなく実はスピードガンについて本当は考えたい。ボールが近づいてくる、そこに向かって発信機からスピードガンから音を出す。音が壁、ボールから返ってくる。その振動数は元の振動数より上がっている。どれだけ上がったかが分かれば近づいてくるスピードが分かる。これがスピードガンの原理。これについてやりたいから、わざわざ近づいてくる壁とか遠ざかっていく壁について考えるわけ。分かってきました？そしてスピードガン、ちなみに皆さんは音を聞いたことありますか？ないですよね。人間が聞こえる音って何ヘルツから何ヘルツ？だいたい 20Hz から上は2万 Hz です、だいたい。そうするとみんなが聞いてないってことは、そう、2万より上の超音波っていう音が使われている。だいたい3万 Hz ぐらいの音が使われているそうです、超音波式のスピードガンね。だからスピードガンには穴が2つずつついている。音を出す方の穴と発信の穴ね、そして受信機の方の穴、こんな風にしてスピードガンがなっている。で、その元となる原理について考えようっていう話で、今日の問題はこういう状況なんですが、これが解ける人はもう大丈夫なんですが、ぜひコメント欄に余裕があったらね、スピードガンの原理について考察してみてください。皆さんの考察楽しみにしています。ただ受験勉強で忙しい人は無理しないでくださいね。さあ、いきますよ。問題の状況、音源 S が速さ VS で壁に近づきながら振動数 F0 の音を出している。壁 K が VK の速さで近づいてくる。そして壁に当たって反射した音が観測者 O が聞く。その振動数 F' が知りたい。 O 君はなぜか壁からもね、一目散に VO の速さで逃げている。 O 君に一体何があったんでしょうか。さて、ポイント、壁は壁が聞く音の振動数 FK と同じ振動数の音を出す音源と考えていい。え、これどういうことですか？波が1個壁に当たると波を何個返してくる？1個返すよね。波を2個壁にぶつけると波は何個返ってくる？2個返ってきますね。波を10個ぶつけると波は何個返ってくる？10個返ってきますね。1秒に10個波が当たる。10Hz の音を壁くんは聞いてるわけね。これ壁くんね。うん、僕壁くん。今 10Hz の音が聞こえた。波が10個当たったってこと。そして、当然壁くんは1秒間に 10Hz の音を聞いたってことは10個の波を反射してるね。ってことは 10Hz の音源と一緒。だから、こちらで 400Hz、まあ仮に3万 Hz の音を出していたとしても、壁くんが近づいてくることによって3万 5000Hz の音が聞こえた。1秒間に3万5000個波が当たったら、1秒間に3万5000個波を返す。つまり3万 5000Hz の音源と一緒。だから壁が聞く振動数の音を出す音源と考えていい。そうするとどうやって解くのか分かってきたね。ステップは2つある。1つ目、壁が聞く音の振動数 FK を求めようぜ。これがステップ1。ステップ2。今度壁が FKHz の音源として O 君が聞く振動数考えようぜ。これがステップ2。この2ステップで解ける。あとできそうな人自分でやってみて。で、難しい人、できた人も一緒にどうやっていくか確認していこう。まず、壁が聞く音を書くんだから、V はこうなる。ちょっとこうするね。そして矢印の先まで線を引いて波々を引く。この中に F0 個の波がある。この間の音を聞く。ラグナーダッシュはこの間の距離を波の数で割ればいい。そしてこの聞いた波の数が知りたい。この間の波の数が知りたい。長さを1個の波の長さで割れば波の数が分かる。ラムダダッシュを代入して壁が聞く振動数が分かる。これがステップ1完了。
次、ステップ2。ちょっとだけ難しくなるけど、みんなならきっと大丈夫。よいしょ。よいしょ。壁系が振動数。FK の音源として観測者 O が聞く音の振動数 F' を求める。まず、こいつは FK の音源である。今、音は右じゃないよ。左に向かっていくから、音速の矢印は左に書く。そして縦線を引いて並々。縦線を引いて並々。この中に FK 弧の波がある。そして音源はこの間の音を聞く。そうすると、はい、ラムダダッシュはこの長さの中に FK 弧の波があるんだからね、1個の波の長さが求まる。ラムダダッシュダッシュの方にな。そして聞く F' はこの中に入っている波の数、長さを1個の波の長さで割ればいい。ラムダダッシュダッシュを代入する。次、 FK も先ほどの式を代入する。そうするとこのようにして求まる。これが答え。できた人はよくできました。丸しといてくださいね。そしてラスト、確認問題。じゃん。この人はなぜか音叉を持って音源に向かって走っていく。だいぶ怪しい。カン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 。なんて怪しいやつなんだこいつは。 F0Hz の音叉を持っている。そして壁はなぜか逃げていく。 VK の速さで逃げていく。壁から帰ってきた音の振動数は一体いくらかなという問題。できた人は答えを確認。以上、壁のあるドップラー効果でした。お疲れ様でした。